高齢者生きがい創造学園は広瀬公園の東にあります。学ぶ喜びを共有し、生きがいを見つけ、常に前進することを目標に、おおむね60歳以上の皆さんが集い活動をしています。平成27年度は17の講座を設けました。その中からいくつかを紹介いたします。書道教室、筆を持つことに慣れ親しみ、基本を大切にして自分の個性や感性に応じた書の習得を目指せる講座です。絵手紙教室、下手でいい、下手がいい、それが魅力、絵手紙の基礎から学べる講座です。男の料理教室、包丁の持ち方、食材の切り方や料理の初歩的な知識など、楽しく作って覚えることができる男性のための調理実習講座です。3B 体操教室、ボール、ベル、ベルターという3つの手具を使い、音楽に合わせて体を動かし、楽しく遊びながら体力アップできる講座です。ホールインワンが最大の魅力、グラウンドゴルフ教室、レクリエーションとして誰もが楽しめるラージボール卓球教室、どちらも気軽に始められるスポーツです。27年度は俳句教室、茶道教室、ハーモニカ教室が新たに復活します。やっぱり申し込み用紙に今年初めて載ってたんで、まあ賛美体操聞いたことないし見たこともなかったので、でも誰でもできるって書いてあったので、まあ、あまり運動しない私でもできるかなと思って申し込みしました。体は熱くて動かしますので、終わった後はですね、非常に何て言うんですかね、心よい疲労感というのがあって非常にいいです。友達に誘われてこの講座に入ったんですけど、大変毎回楽しく、先生も優しく教えてくれるので、仲間と作って美味しくいただいております。ぜひたくさんの人入ってください、はい、また学園のロビーでは講座、サークルの小さな発表会、ロビー展が毎月開催されています。なお、各講座とも年間受講料が必要となります。詳しくは冊子平成27年度講座のご案内をご覧ください。この冊子は高齢者生きがい創造学園、障害学習センター、教育委員会社会教育課、各支所、公民館にあります。学園のホームページにも掲載されています。平成27年度受講生募集期間は3月2日から23日までです。冊子内の申し込み用紙に必要事項を記入の上、直接またはファックス、電子メールにてお申し込みください。なお、申し込み用紙以外での申し込みは受付できません。最後に学園祭のお知らせです。学園祭は講座生や講座の卒業生たちが作ったサークルの皆さんが1年間の学習の成果を発表する学園最大の行事です。手作り作品の展示やコーラス、ピアノ、ハーモニカなどの講演、それにお茶席やバザーなど、一足早い春の一日を思う存分に楽しんでいただけます。3月14日土曜日午前10時から午後3時までです。お誘い合わせてご来園ください。お待ちしております。